アルフレド・ボイチェフ・ポトツキは、ポーランドの貴族、政治家、伯爵、小説家、ヤン・ポトツキの長男、ワンツとの初代オルディナト。ヤン・ポトツキとその妻で、スタニスワフ・ルボミルスキ公爵の娘であるユリア・ルボミルスカ公女の間の長男として生まれた。母が若くして死んだため、弟のアルトゥルと共に、母方の祖母。 イザベラ・ルボミルスカ公爵夫人の手元で養育された。1822年に祖母イザベラが死ぬと、ワンツとをはじめとする広大な所領を相続した。ワルシャワ大公国の軍隊に入り、1812年、ロシア戦役には自弁で一個連隊を用意して参加した。一方で、オーストリア帝官僚が立ヤ王国に官僚として出資、1808年から1810年。 また1831年の2度にわたって財務長官を1834年に区内長官を務めた。ガリツヤ国務評議会の評議員、ガリツヤ王国議会の国会議員でもあった。1814年にユゼフィナ・マリア・チャルトリスカ公女と結婚し、マニニナン三女の5人の子女を設けた。長女のユリア・ポトツカはリヒテンシュタイン皇子、フランツ・デ・パウラに嫁ぎ、 リヒテンシュタイン公、フランツヨーゼフ2世のヒーババとなった。次男のアルフレトユゼフ・ポトツキは、チスライタニエン首相、ガリツヤ総督を務めた。ありがとうございます。